皆さんこんにちは、むちょと申します。スプリントならやっぱりこの配合が最強説ということでですね、いややっぱりこの配合は強かったなっていうことをちょっと私は改めて感じましたね。高松宮記念勝ったのはこのファストフォースさんということで、まあ本当にね、一時期は地方にも転出していた馬がですね、芝のスプリント路線に変更したら上級戦を連勝、その後重賞勝ちを決めてね、そして7-3位という7連での G1 勝ちというのはですね、まあ、まさにロードカノラの成長力であったり、そしてスプリント能力っていうのを感じるところではあるんですけれども、まあでもですね、ここまで頂点に立つまでの馬になったっていうのは、やっぱり私はね、このハーチス桜爆心王との配合っていうのもかなりものをもたらしたからこそなんじゃないかなって思うんですよね。まあこれ結構動画でも言ってきましたけれども、この桜爆心王のうちの影響力っていうのも本当に凄まじくてですね、その後継であるビッグアサがもう本当にね、スプリント特化のスペシャリスト賞馬として優秀な成績を収めているっていうことを言ってましたが、まあまさにその血とね、ロードカナラというもう歴代日本の最強短距離馬論争でトップに上がるような馬たちの配合っていうのは、まあ間違いなく私はね、この路線においては頂点だろうなっていう予想はまあしてたんですよね。まあただですね、やっぱり2頭とも若干の万世傾向にあるっていうこともあったのか、なかなかね、そういう G1 っていう舞台では勝ったことっていうのはなかったんですけれども、いや今回それをね決めて、いや証明してくれたっていうことで、いやぜひですね、これは覚えていただきたい肉最後になったんじゃないかなって思いますね。で今回18頭のうち本馬だけではなくてもう1頭もね同配合だったんですよね。それがキルロードさんですね。もう本当に同じような経緯っていうのを本馬はたどっておりまして、最初こそなかなか勝ちきれずですね、条件っていうのも芝、中距離やダートなどいろいろ試していたんですけれども、やっぱり覚醒したのは芝の 1200m、 そして小馬になってからもう全くもってね、同じような成長過程と舞台を歩みまして、去年7歳では高松宮記念3着、そして11月にも京成杯2着ということでね、まあ、今回も10着には敗れはしたものの、まだまだ粘り強く走ってくれることでしょう。しかも別にこの2頭がね、打台系のバックアップを受けてる馬かと言われたら全然そんなことはないですからね、2頭とも日高系出身の馬でこういった G1 のね上の舞台でもやっていけるっていうのは、まあ、夢のある配合とも言えるんではないでしょうか。やっぱりロードカナラはですね、もちろんその最初の頃のね、アーモンダイヤ、サートルナーリアの印象もあって、まあ、あとは社大スタリオンでね、1500万円を超える単位付け量っていうところから、まあ、なかなかね、スプリント特化で行くっていうのは、ちょっと高すぎるかなっていうところで、結構ね、クラシックを求められるような繁殖とかもね、かなり用意されていたと思うんですけれども、やっぱり本質はですね、そのスプリント特化を目指した方が上に生きる勝負っていうのはやっぱり私は思うんですよね。そういう意味では本当に母父はですね、もう桜爆心王以上に最適な馬っていうのは、まあ、いないと言っても過言ではないぐらいで、まあダノンスマッシュみたいにね、海外の短距離勝負っていうのも面白いかとは思うんですが、やっぱ数が揃えられないんでね、日本で言ったら本当にこの血との配合はもうやばすぎるっていうのをね、今回改めて感じたことで、今のところですね、この配合の馬3歳以上で21頭いるようなんですけれども、毎年ねもう200頭近くとか超えるような馬をつけてて、この頭数っていうのは決して多いわけではないんですが、もうその中からね G1 級でやっていけるキルロードやファストフォースが出てるっていうのは、もうこれは明らかに優秀としか言えないでしょう。他はペプチドバンブやサイクロトロン、スギノボルケーノ、テーム特急、サンキュー優雅と、もう6000万以上稼ぐようなオープン級の馬たちも続々と出てきておりまして、まあ、さらにまだそこを見せていない里のレーブといった4戦3勝馬なんかもいると、もうそれこそ本場白山ムーンのね弟でもあるわけで、まあ G1 級にたどり着いても全くおかしくない馬でしょう。まあ、まさに本場もねまだ4歳だったりしますけれども、多分この配合はこれまでね、先ほども言ったようにやっぱ万世傾向にあるっていうところもあって、あんまりね目立ってないところもあったと思うんですが、いやー本当にね、これからもう6歳7歳そして8歳になってきた馬たちがガンガン走ってくる日っていうのは近づいてきてると思いますね。そのスプリント能力と成長力っていうのがね、もうまさに2乗されているのがこの配合っていうことで、もうそれがねはまった時には他の馬はかなわない可能性っていうのはあると思いますね。一応 JBIS さん上でもですね、ロードカナラの母父別成績っていうのも出るので見てみたんですけれども、やっぱりここの数値で見てみてもバクシオンを狙う価値は大いにあるなって思ったところで、やっぱりねこれ登録頭数見ていただければ分かるようにディープやサンデーが抜けて多いっていう配合はですね、もう明らかに芝の中長距離がっつりもう王道のクラシック狙っていこうぐらいの配合馬が多いっていうことを表してるわけですよね。もちろんねサンデーサイレンスからはアーモンドアイが出ていたりですね、他重賞馬3頭を出してるっていうところから、もちろん悪くはない成績だと思うんですが、ただその繁殖の質的に考えるとね、もっとクラシックでもやっていけてもいい馬っていうのが、出ていてもおかしくないとは思うんですよね。相性が本当にいいんだとしたら、特にディープインパクトなんかはもうこれだけの頭数がいながらもうほとんどカナロアとディープの配合で G1 級で見る機会っていうのは少なくなっていて、個人的にはやっぱりそのどうせね実績のあるディープ繁殖を用意するんだったら、あえてつけるほどではないかなっていうのは私は現実的には思うんですよね。やっぱ中途半端になっちゃってるっていうのが分かる数値じゃないかなと思います。ではその桜爆心王はどうなのかと言いますとですね、やっぱり頭数自体は少ないんですよね。やっぱり謝罪系以外の繁殖が多いっていうのもありますし、やっぱりあとは価格的に言ってね短距離志向になる爆心王をつけるっていうのはちょっと多くなかったっていう頭数には思いますが、でもやっぱりそこをねスペシャリストを狙って配合した時の数値っていうのは本当に素晴らしくですね、勝ち馬率 75% っていうのは先ほどのディープや、名だたるサンデー系の頭数の多い馬たちっていうのを超えてるわけですよね。ちなみにですけども、これっていうのは中央地方を合わさった数値にはなってるんですけれども、ただ同じ条件での数値なんでね、比較する価値はあるかなといったところですね。でそして何より AI 的に言うとね、もう 4.35 っていうのはこれ G1 勝ったから抜けてるでしょっていうねところは、そうではあるものの、でもねアーモンドアイがいるサンデーサイレンス配合で 4.67 なんですよ。これ中長距離であんだけ獲得賞金取りまくった馬がいる 4.67 という数値と、短距離でしかほぼ稼いでいない桜爆心王配合でほぼ大差ないっていうのは、これは本当にねすごいことですよ。つまりはですね、結局短距離特化しちゃってもあまりに独占できるんで、全然ね稼げるっていうことなんですよね。もちろんねどんだけ当たったとしても、日本の場合スプリント G1 は2つしかないですし、賞金で言ってもねどうしても長い距離に比べると、一番少ない部類っていうことにはなってしまうんですが、でも1頭あたりの平均で言ったら全然稼げますし、あとはやっぱ世界進出ですよね。やっぱもう日本にとどまらない活躍っていうのが短距離路線ではもう求めていきたくなる配合なんじゃないかなと個人的には思いますね。それこそオーストラリアとかだったらね、一番短距離路線が賞金高いような、もう1億円超えのレースが何個もあるようなね国もあるわけで、最もねそれに近づけるっていう意味ではこのロードカナルアと爆笑の地っていうことはね私はいるんじゃないかなと思います。であとはですね、これにちょっと関係することではあるんですけれども、やっぱりですねサンデー系っていうのは基本的にその中長距離に強いっていうのは確かに感じるところで、そのスプリントっていう舞台に関してはですね、もうむしろ入ってない方がいいぐらいに思った方がいいような気がしますね。もちろんね去年ナランフラグかかってるので一概に言えるものではないんですが、でもやっぱりナランフラグのゴールドアルールっていうのもなかなかサンデー系の中では異端な存在ですからね、これは結構例外的なところもあるっていうことを考えると、ダノースマッシュもサンデーフリーで、スーパーフライももちろん外国血統ですからサンデーフリー、ミスターメロディーもそうですし、ファインニードルは星雲構成は入っているものの、父はマイアムーンで父系自体はエンドスイープとかですからね。ビッグアーサーは当然桜爆心王で、エアロベロシティも香港馬ですから海外血統で、コパのリチャードが、唯一ね、サンデー直球のダイヤメジャー後継ということにはなりますが、ロードカナラはサンデーフリー、カレンちゃんもサンデーフリーということを考えると、もう本当ここ10年ぐらいねサンデー系が勝ったっていうのは2回しかないですし、しかもほとんどがねもう母系にすらサンデーが入ってないような、完全サンデーフリーの馬たちということになると。でもちろん今回のファーストフォースもそういった馬っていうことになりますから、もうこれはですね、もうこれだけ独占するサンデー系の時代ではありますけれども、本当にスプリントを目指すんだったらもうそこにこだわる必要は全くないっていうことはね、まあ、私はいるんじゃないかなと思っております。やっぱりなかなかね、距離も短距離から中長距離まで全て網羅して、まあ馬場はね、芝だと最近ちょっと狭間なくなってきてる感はありますけれども、やっぱそれ以上に距離の適性っていうのはなかなか全てが全ていけるものではないっていうのは言えることじゃないかなと思いますね。あくまでサンデー系の得意舞台は中長距離、まあ、マイルもギリギリ入るぐらいかもしれませんが、それ以下ってなってくるとやっぱりこういったロードカナルア、そして桜爆仕様の地が独占できる可能性が大いにある。あとはもう外国勝負ですね。ヨーロッパとかオーストラリアの地っていうのはそちらに特化した馬っていうのもしっかりできておりますから、まあ、まだまだ余地があるかなといったところでございます。ということでね、まあなかなかね、最初から芝の短距離スプリント路線を目指していくんだっていう、まあ、競馬ファンの方もね、生産者の方もなかなかね、やっぱ夢が大きくないということで狙い方っていうのは少ないかと思うんですが、でも本当特化した時にはね、他が力を入れてない分独占できるっていう魅力はあると思いますんでね、またやっぱり先ほども言ったような世界の舞台はね、今後はぜひ狙ってほしいなっていうところですね。あれだけね、中長距離では芝もダートも世界頂点に立つぐらいの勢いになってるわけですけども、短距離に関してはなかなかね、そういったニュース聞けてませんのでね、まあ芝ではこういったね、ロードカナル爆仕様っていうのは結構硬くなってきたと思うんですが、ダートに関してはサウスビグラスですらなかなかちょっと存続が危ぶまれるような状況になっていて、混戦状態ではあると思うんでね、そこでちょっと抜けた血統なんかを見つけられればいいなと思っております。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。